そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。はい、今日のテーマはプレゼンテーションを上手にする方法ですね。これなんですよ。どうですか、急にスピーチを当てられて、なんか何言おうって頭が真っ白になった経験ってありませんか？プレゼンで自分が思ったことを伝えたと思ったとしても、全然周りの行動が変わらなかったり、自分の商品が購入してもらえなかったり、伝わらなかった、そんな経験はありませんか？もう昔の僕がそうやったんですよ。全然伝わらへんし、ちょっと下のね、ポジションね、変えてね、すみません。全然伝わらへんし、全然集中してくれなかったんですよ。というのも、僕今ライフスキルの学校ということで、年間100回ぐらいのライブ授業、こんな授業をね、子供と大人にやってるんですよ。で、子供っていうのはめちゃくちゃ正直で、面白くなかったら全然おもなさそうな顔するし、つまんなかったらね、全然違うこと遊び出すんですよ。鬼ごっこしたりかくれんぼしたりするんですよ。で、そういう子供たちにちゃんと話を聞けって言ってたんですけど、いや、それは違うなと。ちゃんと話を聞けじゃなくて、話を聞かせるプレゼンテーション、僕に問題があったんやっていうのに途中で気づいて、だからどうやったら子どもたちがちゃんと座って前のめりになって話を聞いてくれるんだろう、で聞いてくれたことを行動してくれるんだろうっていうことを徹底して約7年間、研究してきたんで、そこで学んだメソッドっていうのを皆さんに今日お伝えできたらいいなと思います。そうすることで皆さんが伝えたいこと、いろいろとね、この商品買ってほしいとか、こういう行動やってほしいってあると思うんですよ。メッセージとか思いとか。そのメッセージが相手に届き、相手が喜んでその行動を取れるようになる。取るようになる。そういうようになるように、なるようになると思いますので、ちょっとこのプレゼンテーションの動画長いですけど、聞いていただけたら嬉しいです。はい。で、プレゼンテーションの、コツということで、前編と後編に分けたいなと思います。前編では、プレゼンテーションの構成、いわゆるプレゼンテーションの作る方法ですね。で、後編では、作ったプレゼンテーションの原稿、そして構成をどうやって伝えるのか、伝え方に焦点を当てて紹介するということで、今日は前編です。つまり、構成です。プレゼンテーションの作り方、構成の軸っていうのを、うちで使っているメッセージマップっていうのを軸に紹介していきたいと思います。はい。で、メッセージマップということで、このメッセージマップはの目的っていうのは、先ほどもお伝えしましたように、皆さんが伝えたいことをが相手に伝わり、相手が喜んで行動する、そのための原稿を作るための、マッピング方法です。で、まず最初にすること、これはね、案外抜けちゃうんですけど、誰に伝えたいのかってことですよ。誰に。子供って言っても、どんな子供ね、小学生なの、幼稚園なの、6歳、7歳、小学3年生、6年生、全然ちゃうんですよね。誰に伝えたいのかですよ。で、ただの年齢だけじゃなくて、ちょっと自信をなくしてる子供とか、自分の部活で、なかなかレギュラーになれなくて、なれない、レギュラーになりたいっていう子供とかね。で、自分の言いたいことが言えない、そんな小学3年生とか、より具体的にしていくんですよね。このターゲットっていうのは。まあ、よく言われてるのは、たった一人言うとしたら誰なのかってことなんですよ。あなたが伝えたい人は。ペルソナ、そのペルソナって言うんですけど、そのペルソナを設定する。その子は、何を考えていて、何を感じていて、普段どんなことを言っていて、どんな生活パターンをやっているということ。で、何年生、何歳っていうこと。その子の行動パターンはどういうことなのかっていう、このターゲット、その一人は誰なのか。これをまずね、しっかりと決めるということ。ここから始まりです。このターゲットが誰かって設定する次第で、伝えるメッセージというか伝え方っていうのも全然変わってくるんで、それをまずしっかり決めてください。で、ターゲットが決まりましたと。私は、なんていうか、学校がつまんないって言ってる小学2年生の男の子に伝える。ターゲットが決まった。じゃあ次にやること。そのターゲットが抱えているペインとゲインを見つけるということですよ。ペインっていうのは今抱えているストレス、苦痛です。苦痛、何を苦痛に感じているのか。で、ゲインっていうのはその人の願望です。本当に望んでいることは何なのかということです。そのペインとゲインを出していくんですよ。で、例えばね、さっきの何やろうね、学校がつまんないって言ってる子供のペイン、痛みっていうのは、つまんないけれどもずっと家にいたら暇やとかね、家にいてたら暇やとか、自分に自信がないとか、学校で友達を作れる気がしないっていうのが、まあ痛みですよね。で、そういう痛みがあるから学校に行けないんですよ。で、じゃあ原因で言ったら何なのか。本当は、
仲のいい友達が欲しいとかね、僕も楽しい勉強がしたいとか、自分がやりたいことを見つけたいっていうのが本当の望みかもしれない。それをその子に焦点を当てて、ペイン、苦痛とゲインを出していくんですよ。で、そのペインとゲインが解決するようなメッセージを発信するということなんです。これがまず大きな軸ですね。誰がターゲットで、その人が抱えている苦痛と望みは何なのかということを出していくということ。それを出していく段階でもね、あ、こんなことを伝えたらいい、あんなことを伝えたいというのが出てくるんですよ。はい。じゃあそこのターゲットとペインとゲインが見つけたと、その後は何するのかというと、そうですね。そのまま、プレゼンテーションの目的を考えるということですね。じゃあそういうターゲットがいた、ターゲットがいたときにターゲットが明確になる。じゃあその子が、どうなったらいいのかっていう、その目的ですよね。何のためにプレゼンテーションするのかって、あなたがプレゼンテーションする目的です。その子がこういうふうに学校行けるようになったらいいなっていう目的もあるやろうし、そもそもあなたがプレゼンテーションする、もしかしたらお母さん、そのお母さんから、カウンセリング料としてお金をいただいてるんやったら、子供が自信を持って学校行けるようにどうにかしてほしいっていうことで依頼をされてるんやったら、そのお母さんの目的をね、目的を叶えることも大事じゃないですか。じゃあそもそもプレゼンテーションする目的は何なんですかっていうことを、ここを整理するんですよ。自分の商品を買ってもらうことなのか、子供に学校を行ってもらうことなのか、そしてもそれとも子供が、のびのび自分らしく生きれるような力を育むことなのか、その目的、何のためにプレゼンするのか、そのゴールをまずは明確にしましょう。ゴールです。で、そのゴールが明確になりましたと。ゴールが明確になったら、じゃあそのゴールを実現するために、あなたが伝えたい、一番伝えたいメッセージは何ですかっていうコアメッセージを作っていくんですよ。自分のコアのメッセージです。はい。一番伝えたいこと、自分が伝えたいことは、周りの目を気にせず自分を喜ばすことを考えようっていうことであったりとか、大きなゴールじゃなくて小さい目標を設定してコツコツ一つ一つ達成していこうとか、いろんなね、メッセージがあると思うんですよ。その一番伝えたいことを一つにするとすれば、じゃあ20文字で表現するとしたら一体何なのか、そのコアメッセージを作っていきます。で、そのコアメッセージができたら、その次は、じゃあそのコアメッセージの下はベネフィットです。はい。ベネフィットっていうのは、その伝えたい、そのターゲットがそのコアメッセージを通りの行動をしたらどんないいことがあるのかっていうことなんですよね。その自信がなくて学校が行けない子供が、小さな目標を設定してそれをコツコツ達成していったらどんないいことがあるのか。じゃあ自分の気分が良くなって、自分の自信がついて、自分の能力がついて、もしかしたら、友達ができるようになるとかね、いろんなベネフィットがあるんですよ。そのいいこと、ベネフィットがちゃんと設定されてないと、目の前のね、お客さん、目の前の聴衆は聞いてくれないんですよ。自分にとって、聞いている自分にとって、あの人はどんないいことをしてくれるのか、それが見えないと話聞いてくれないんですよ。そう。だからそのベネフィットを明確に書くということです。ベネフィット。相手にとってどんないいことがあるのか。はい。で、その次は、まずはつかみですね。オープニング、これがめちゃくちゃ大事です。このオープニングの30秒で失敗したら、残りの15分、残りの1時間って聞いてもらえないと思った方がいいです。はい。だからこのオープニング、一番ベーシックなオープニングっていうのは、まずは質問しますよね。皆さん、こんなことありませんかって。皆さん、こんなことありませんか。例えば、僕で言うたら、皆さん、いきなりスピーチを当てられて、頭が真っ白になった経験はありませんかとか、自分が伝えたいことを伝えたつもりなのに、相手が全然行動してくれない、商品を買ってくれない、伝わっていない、そんな経験はありませんか。まずは質問をする。これがベーシックですね。質問すると、聞いてる方は、あ、それあるある、よく困ってんねや、っていうことで、自分の問題が自分ごと、その問題がね、自分ごとになるんですよ。あ、その問題が自分ごとになったら次どうなのか、それを解決したいってなるんですよ。ね。だから、問題をまず想起させて、じゃあ、そういう問題を今から僕の話を5分聞いてくれたら、その問題を解決しますってなるんですよ。わ、その問題解決するんだ、じゃあ聞いてみようってなるんです。で、それだけじゃなくて、さらに付け加えとしたベネフィットです。その問題が解決して、皆さんの人生がこういうふうに豊かになりますよってベネフィットをつける。そうすると、わあ、この問題を解決して、その先にはあんな楽しい世界が、こんな楽しい世界が、うわ、あんなところに楽しい世界があるんだって思うと、それを聞いてみようってなるんですよね。はい。それをだいたい1分、できれば短ければ短い方がいいです。それを、最初のオープニングでしっかりやる。
まずは問題を想起させる、相手に質問するということですね。こんなことありませんか、こんな悩んでることありませんか、ありますよね、私もそうでした、で私はそれで、何やろ、いろんなことをやってそれを解決する方法が見つかったんです、それを今から5分で紹介します、その問題を解決したら皆さんの人生はこういうふうになります、じゃあ今から5分話を聞いてもらっていいですかっていう、でその流れでしっかりオープニングを掴むということ、これ大事ですよね。でオープニングで掴んだら、その後どうするのかというと、じゃあそれをまあ3つとか4つの構成に、コンテンツを作るということですね。まあ、ここからはじゃあどんな方法でもいいですよ、どんな方法でもあるんで、じゃあその3つの方法を紹介しますと言ったら、その1、その2、その3でもいいし、私はこういうふうにやったらいいと思います、それにはなぜならこういう理由があるです、あるからです、例えばこういうことですっていうふうに自分の主張を言って、で理由を言って具体例を言うっていうような構成でもいい、これが一般的に分かりやすいですね、自分はこう思う、なぜかというとこうだからだ、で例えばこういうことなんですってことですね、はい、それを紹介するっていうのはすごい分かりやすいかもしれない、でそのコンテンツが終わったら、これはまあどちらでもいいんですけど、できたらベターです、相手のディスアドバンテージに対応するということなんです、僕のコアメッセージを伝えました、コアメッセージを伝えたときに相手がどういうふうな反論をするだろうっていうのをあらかじめ予測しておくということなんですよ、はい、例えば学校に、何やろ、例えば、さっきの例で言うと小さな目標を作ることが大事なんだ、小さな目標をコツコツやろうぜって僕が子供に伝えたときに、じゃあ子供はそれを聞いてどういう反論をしてくるのか、例えば、じゃあ大きな目標を立てたらあかんの、大きな夢を持ったらあかんのっていう反論が来たとします、来るってことを予想できるじゃないですか、じゃあその大きな夢を立てたらあかんのっていうことに対する対処の言葉っていうのを考えておくってことなんですよ、例えば大きな目標を立てたらあかんのかって聞いているあなたは思うかもしれません、もちろん大きな目標を立てて OK です、で大きな目標を立てるのも大きな夢を持つのも OK なんだけど、その次にしてほしいこと、大きな目標を自分のお口で食べられる大きさにちっちゃくちっちゃくしていくということ、ちっちゃくちっちゃくしていくということね、オリンピック選手になりたい、それは大事なんですよ、じゃあオリンピック選手になるためには高校までには、県の代表になる、中学までには、自分の学校でエースになる、じゃあ小学校の今は、このミニバスでエースになることが得点をたくさん取ることが大事だ、だから今日はシュートの練習をしようみたいな、10本練習しようみたいな、具体的に今日やることまで落としていくことが大事なんですよっていうのをお伝えする、そうするとその大きな目標を持ったらあかんのっていうことに対しても対応できるじゃないですかね、これをね、プレゼンテーションの中に盛り込んでもいいし、質問された時に答えるように用意していてもどちらでも OK です、はい、で一番最後はもちろんあれですよね、クロージングです、はい、このクロージングがものすごい大事なんですね、クロージングがなかったら、あ、なんかいい話聞いたな、なんか今の面白かったなで終わってしまって、その人の行動何も変わんないんですよ、そう、その人の行動が変わるようにするための後押しをする、それがクロージングです。だから具体的に何をやったらいいのかっていうことをちゃんと伝えるということ。で、その前にこのプレゼンテーション振り返りがあればいいですね。今日は、こういうプレゼンテーションのお話をさせ、今日はこういうお話をさせていただきました。こういうことをやったらこんないいことがありますと。だから皆さん明日からはこれをやってくださいねっていうことを伝えるということ。何をやったらいいのかを伝えるということ、これがすごい大事です、ね、でそこを伝えたらちゃんちゃんっていうふうにおしまいなんです、はい、これが、僕がいつもやっているプレゼンテーションの構成、いわゆる原稿を作る方法ですね、これがちゃんとできていたら誰に伝えたいのが明確であり、そしてその人がどういうふうに困っているのか、何を望んでいるのかが明確であるから、その人に届けるためのピンポイントのコアメッセージっていうのがね、見えてくるんですよ。で、そのコアメッセージを伝えたときに、その人がどうなるのかっていうことをイメージできているから、それを伝えれるんですよ。僕の話聞いたらこんないいことがありますよって。はい。で、それを伝えるための、まあ、目次ですよね、3つの理由があるって言ったら3つでもいいし、自分の主張があるって言ったら主張と理由と具体例を揃えていく、で一番最後は、プレゼンテーションのクロージング、こんなことやってくださいよって言ったら相手が喜んで行動できるようになるということなんです、ぜひ、一度ぜひあのプレゼンテーション機会があったらこのメッセージマップを、使ってプレゼンテーションの構成をしていただけたらいいなと思います、ということで、前編はこれでおしまい、後編では自分が作った原稿を実際
際の当日どのように伝えたら相手が熱狂するのか、夢中になるのか、そして喜んで行動するのかっていう具体的な伝え方っていうのをご紹介したいなと思います。ということで、こんな感じでこのチャンネルでは人生とかビジネスとか子どもの教育において、まあ、役立つような情報とか知識、そしてマインドセットを紹介しています。よかったらこれ切る前にいいねボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいっていうのと、そしてチャンネル登録お願いいたします。はい、それやったら僕ねめっちゃ元気出るんで、ぜひお願いさせてもらえたら嬉しいです。ということでこんな感じで皆さん今日もありがとうございました。素敵な一日を。さよなら。プレゼン最高やな。